ポリーナ・チェレブソーバは、ロシアの小説家、詩人。チェチェン共和国出身で、3度にわたるチェチェン紛争を目撃した彼女の子供時代の青春期の体験を描いたことで有名な、ガラス壺の中の蟻」の作者。彼女は、ペイン,インターナショナルと、ロシアジャーナリスト組合のメンバーでもある。彼女は、ナレーションと文章の2つのカテゴリーにおいて、エルサレムで、 ヤヌスコルチャック賞を受賞した。2012年には、両親の行動としてのジャーナリズムのために与えられるアンドレーサハロフ賞を授与された。彼女は、チェチェイングーシジソビエト社会主義共和国にある、グロズヌイの様々な民族の地が混じった家に生を受けた。2013年から、彼女は政治亡命先であるフィンランドに住んでいる。 ポリーナの父は弁護士で、彼女の幼少期に亡くなり、母のエレーナは大企業の商品部の上級マネージャーとして働いていた。彼女は仕事以外の時間を彼女の教育のために捧げた。ポリーナはトーラー、聖書、コーランを平等に尊重する過程に育った。そして彼女は幼少期から宗教、歴史、哲学を学んだ。 ありがとうございます。